昨日はねちょっと体調崩して寝込んでましたが、寝たら治ったわラーテルみたいですね。なんか俺動物好きなんですけどね、ラーテルっていうなんか毒蛇食って毒に侵されても寝たら治るみたいな、そういう感じの俺も体質でした。はい、てなわけで、ね、寝たら治ったんで今日からまた動画撮影をやっていこうと思うんですけど、今日の補正ね、シーズンマッチね、めちゃくちゃなんか殴り補正ってことで、多分多いのが速流でコンバートで神タン、この3つが多いと思うんだよな。あとはこの3つをメタルデッキかデバッファとかいるかもしんないですけど、あとはマパもちょっと見たな。ただね、今日一番俺強いと思うのが、もうね、一応神タンが強いと思うんですよ今日。でその神タンをピンポイントで変われるデッキ俺は開発した。そう、これだ。遅いS 罠はもういらんのよってことで、 A は罠主体で S ゴマはね、まず先行でこのねエルロージュをぶん投げて、でその後にアレスとかこのラヌガで A 罠を返して、あとは頑張ろうみたいな、昔のヨシノデッキに近いですね、やり方は。結局ヨシノも一緒なんですけど、最初にこのエルロージュでついたダメージ差を詰められないように戦うっていう、そういうデッキです。で神タンが多いってことでね、ただ罠だけだとやられちゃうんで、このビナを採用してます。ビーナスね、最強のビーナス、全てのコンボの中で一番強いと言っても過言ではないビーナスですね。こいつも採用した、この最新型のねエルロージュ罠で今日はシーズンマッチ、特に神タンをメタっていこうと思います。いくぜー。あ、ちなみにね、運営さんやっと届きました。右上見てください、動画クリエイターがやっと届きました前のね KJ さんとコラボさせてもらった時の動画クリエイターが、ね、届いたんでね、これで晴れて俺もね動画クリエイターとミラティブ配信者をこう並べてタグをつけることができましたっていう余談は置いといて、早速シーズンマッチやっていこうと思います。いくぜ。龍か、龍だとね貫通があるから何とも言えないですけど、まず先行を取ることがそう大事。先行取れるか取れないかってだいぶでかいんで、こうでしょう。これ2で耐えれるかな。ちょっと X 来て、マロニーは全然いい、マロニーはいいんだが、あー、これ負けそうな気はするぞ大丈夫かこれ。微妙。でも相手オーラ引いてないんでね、なんとかなりそう。ミサトいいよ、これ 1.2 ずつなんでね、しかも 1.7 までしかいかないんでまだいいっす。こいつは量もよりまし、あとオーラを引かれないこと祈る。貫通とね、まあ、貫通はしゃあないわこの対面。一回伸ばすかな相手だよな、一回伸ばすよな。いいダメージ、いいダメージ。はい、これはねラヌガの方が強いこれマジこの駒強いから3000これめちゃくちゃ強くないこの駒。俺を見くびるなよ、やばいよなこれ。単純に2枚の状態ならアレスより強いから、これ3000ってやばくない。アレスだって700ずつなんですよ吸収の値が。まあコンボは強いけどね、アレスの方が。ただこいつあれスキルに関してこいつの方が火力出せる、やばないこのデッキほらこんな簡単に倒せる、なあ。これはもう現環境最強ですわ。てか今日の環境ね、間違えた。あー、なんとも言えん、神タンに与えたいのよな俺。あ、でも先行は強いよ。ただこの手駒は非常にロックに弱いんでね、まずこの先行でエルロージュをささっと投げて、ここでもうダメアドつけるんですよ。ついてないけどそんなに
そんなについてないけども。トゥーミエかな。普通にトゥーミエ打って。基本的にね、レニアドとかね、ああいう固定ダメージ系のは入れないですね、あんまり。レニアド強いんですけどね、このデッキの場合は、食らったダメージを返すっていう手でやるんで。取るか。これ結構美味しいんじゃない？ミサドで。でも罠が少ないな。ちょっと罠枯渇してるわ。こうしといて。ミサトだとワンチャン発動しないんですよね。大丈夫よレモラ、心配ないわ。なるほど。オッケーオッケーオッケー。ちゃんとダメージ返す。いいねポリュ。ここまでは調子いい。アポロン強えな。アポロンって駒強いんですよね。アポロンじゃない、間違えた。キンマモンだ。キンマモンが強い。まあこれ結構返せる。バラ。オッケー。あとはアレスとか引けば完璧なんだが。これアレス来たら完璧よ。いいダメージ。これハルス来たら完璧だぞ。アレス、アレス、ヌアザルもいい。ヌアザルあるだよ。マジかエンデカか。ビナから入るか。あなたを導きましょう。おいおい、君の弓を回すなんて。さてはあんた、ただ者じゃないな。これ火力出してくんないかな。1万。僕が全てを見通すよ。バイセか。だったらビナのコンボ残しつつ、こうだな。これ削っといて、あえてビナ来たらルキアで一回持ってって感じだな。が一番いいと思う。アポロンさえ出なければ1万は多分削れねえからな相手。多分これ X でしょう。右下 X。 いや大丈夫だよ多分これ。うん、先アポロン投げてくるから。だったらありがてえ。もうエンデガル飛ばせますね。飛ばせなくね。7000か。微妙だ。俺自ら相手してやる。いや待って、これこれなら飛ばせるんじゃない？ガヌが強いぞこれ。いけ！最強じゃんかよこいつ。コンバート来たぞ。どっちかっていうと俺は神タンと当たりたいんだが、なんだこの引き。ちょっと待って。ちょっと待てよ。ちょっと待てと。どうしよう俺。いやちょっと待て。弱すぎる引きが。罠が1枚もないってどういうこと？やばいぞこれ。まあまあまあ、初めに使わせてくれるのはありがたい。リリティをもう打っちゃおうか。相手下来ないかな。伸ばしてくるかな。伸ばしてきたら一回こいつつなぎで特殊罠打てばいいし。相手ないと見た。来た。ナイト見た。やっぱりハイダメージ。よろしく。レースに案内してあげる。これちょっとブラフの上げ跳ね、ちょっと分からんけど。あ、いいオーラさんのダメージをアゲハで思いっきり返す。はい、ダメージ。僕が全て
を見通すよ。これは勝ったでしょ、これはやったよ、これエンデカだな。これはやった、あはー気持ちいい。綺麗にアギハ決まったぞこれ。メルビールね、ほんとね、なんかねこれやってるんだよ梅さん、あのマジでね、なんかこういうメタリッキ使うと神弾に当たらなくなる、神弾だけなんかマッチング優遇されてる気がする、相手のね、自分の時はきついけど。俺はこういう神弾メタリッキにしようとするとこういうマデッキがいっぱい当たって、でね、マデッキを狩ろうと思ってリューパーとかね、暗黒とかリューパーとかにするとなんか知らんけど神弾と当たるんですよね、これオセロニアあるあるです、皆さんも一度は経験したことあるんじゃないでしょうか、知らんけど。あーどうしよっかな、これポル先の方がいいんだよな本当は、でも結局リリティさ発動しづらいからさ、オッケーナイス、しかも後々ねこの春に当てれるんで、ミサトルいいんじゃね、どうせ1000以上だからポールも、X 来たらランネル、オッケーオッケー、いや別にいっか、こうでいっか、無理にやらなくても、弱くね、知らんけど、これピリキだな、吸収入れてくる、エンデガの動線残しときたいからこっち先だな、そうミサトとエンデガで残したいからな、なるほど、オーケー。残念ながらね、これいけるわ5000なら、オッケーオッケー、危ねえ、これ絶対いく、普通に強えわ。ランヌが強すぎ、竜ばっかだな今日、全然竜パが多いイメージ、しかも高校か、微妙だな、うん、どうしよう、あきついな、結局囲われるよな、こうか、でも一回こうしてだな、オッケー、それはオッケー、ミサトの方が良かったからだったな、でもコンボ考えたらマイティなんだよな、命を燃やすとき、楽しい時間よ、これ一回こいつかまして損耗率 50% を超過しました、あれでカロから来るかな、終わったかも、でも貫通ここで切るってことは、俺自ら相手してやる、貫通ここで切るってことはこれでいけね、2手で飛ばされんな、これここ貫通じゃなければ勝ちだけど、多分
でも3枚ドレされるとミサト発動しねえんだよな。なんとも言えねえなこれ。相手ねえんじゃね貫通ないんじゃね。来た勝ったわ。これ勝ったでしょ。こんなもん勝ったわ。ダメージ返して勝った勝ったあーぶねー。はいリペアなくても勝てる。あはー、あーマメリだ。神タイン1回待たなわもうやられてるわ運営に。絶対やられてる。これ神タイン当たりません。もう仕方ない。今日の動画はねこれで締めます。もうねかれこれね1時間ぐらいね多分ね戦ってるんですけど、神対神谷にね一回も当たんないやられてんぞこれ絶対。これやられてるわ。これ操作されてるわこれ完全なる操作ですねこれ。うんやられてるわ。取るかもしれない。なんならマイティダメが引いてるのはでかい。ね、このミサトって駒がねめちゃくちゃ強いですよね。結局この駒がいるからあのコンボが生きてくる。ミサトのエンデガとのシナジーでね。はい、まあ、こいつ置いて、うん、なるほど。どうしよっかな俺。いざ参ら。マジ？まだ攻めるにはちょっと早くねえかな。いやこっちでいいわ。ウーファーでもいい、全然いい。全然いける。で次ラヌが打って、であのバイセでいいよ全然いい。アンチヒール打っとけばアレス効きませんよみたいな、そういう風潮かもしんないけど関係ないんだそれが。俺にはね最強の駒があるんだアンチヒール効きません。正直3万円でがあるし、最悪バイスもあるし、てかこれ取ったらきついし、まあオーラで取るかなこれ。取るとしたらロックかオーラだな。ロックだったらバイスあるし、あとバンとバンとバン、これ取れません。全然大丈夫。ダメージ返してちゃんと返す。あーはーなんで神タン来ねえの。はい、これはね皆さんねもう解散フラグですねこれ解散。このデッキは神タンに圧倒的に強いって言って紹介したんですけどね、まさかのね神タンに1回も当たんないっていうね、あの運営さんがよくやる手口ですねこれメタデッキを使うと当たんないっていう、暗黒使うとねマデッキに当たりにくくなるような感じですね、イメージで言うと。こうだな。これはやってんな。あなたを導きましょう。なるほど。元が全てを見通す。まあ確かにそれはありっちゃあるだと思う。あーイベット、イベット弱い、絶妙に弱い、コンボない、神も弱い。弱くはないんですけどねイベット全然。まあイベットか。さっきイベット打ちだったなこれ。アレス、アレス弱いわ。あれ多分2枚返しか X でしょ。2枚返しだな多分。 X だったら嬉しいけど。お、それは嬉しいんだが、それはめちゃめちゃ嬉しいぞ。おいしい。
アレス来ない。ここでラヌガを思いっきり発動していく。相手無視かな、多分無視だな。これ無視で2枚返してくると思う。だな。きつ。あなたを思う人がいるのです。アイビーな。この場合多分こっちだな。あなたを導きました。ダメージ出した方がいいわ。だって700だから。いやそれはミスだと思う。罠取らないと罠帰るぞ。いや吸収でイモルみたいな。分かった。あぶね。結局ビナが強いねこれ。あーあれ好きちゃった。はいさようなら。めちゃめちゃ強いこれ。はい、はい、結局ね神担当当たんないと。はい結局ね神担当一回も当たんないと。1時間ぐらいやってとんでもなくない。やっぱねこれよくあるあるなんですけどね、メタデッキは対象の相手と当たりにくいっていうね、暗黒が暗黒使うとマデッキ当たらんとかさ、かビブテン使ったら火炎と当たっちゃうとかね、そういうなんかあからさまのなんかマッチングのあれを感じました。俺も今回は神タンに一回待たないっていうね、この補正神タンめちゃくちゃいるはずなのに、マナパニシャ瞬間神タンが一瞬で消えた。一回待たなかった。でもね神タン以外にもね普通に立ち回れるんですよね。暗黒以外はねだいぶ楽に立ち回れると思います。暗黒はちょっときついが、うん、このデッキはねまあ普通に強いデッキなんで、もしねラヌガ当てたっていう人がいたら遊んでみたらどうでしょうか。もうね今ね S 罠いらないですぶっちゃけ。もう普通にエルロージュのダメージアードで何とでもなるんで、ダメージのアードであとは罠で逃げ切るだけっていう、そういうコンセプトのデッキでした。うん普通に強えわ。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。